お米だけじゃなくって、うん、野菜類もそうですし、はい、で果物類もものすごくなかったんですよ、うん、これは別に陰謀論でも何でもなくて、逆に言うとコントロールしなければいけないように今なんかいろんなことが起きてるんじゃないですかとか。そう、もうそれが大問題ですよね。はい、今ですねこちら愛媛四万十川の最上流お米を作っている場所におりますけども、はいはい。今日はね、スペシャルゲスト、モーリーさんですね。はい。モーリー。よろしくお願いします。お越しいただきました。ようこそ、遠いところいらっしゃいます。ありがとうございます。飛行機乗って、運転して、そしてこう今ね、稲刈りも終わりました。今回はね、まあ、かなりね、今年のお米について、そして食料や、もちろんね、こちゃんね、はい、一緒に。スペシャルゲスト。スペシャルゲスト、こちゃんね、一緒にね、稲刈りしましたけども、はい。ありがとうございます。今年は特に毎年農家に対してのかなり大変な状況ってお伝えはしてきたんですけども、ね、はい、さらにもっともっとこれ大変になってますねって話をね、はい、お聞きしていこうと思うんですけども、もともとね、この数年間っていうのは、なかなか、例えば肥料の高騰で、でね、はい、農家9割以上がもう赤字ですよっていうのから始まり、はい、うん、ここ何年も、どん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 こうお米を作らないと、なぜか補助金がもらえたりとか、そうです。お米を小麦に変えちゃって、たらなぜかお金が出るが、はい、お米を作っているとお金がもらえないっていうね。そうなんですよ。逆にいろんな規制とか、はい、もうあれってあらゆるものが増えていってるというのが今の状態なんですけど、ね、はい、なるべくお米を作らさない方向にちょっとなってる感じですね、政府が、ね、はい、そんな中でね、もう僕も10年ぐらいになりますけど、このお米をねちょっとなんとか支援したいって思っていて、はい、来ましたが、はい、さらにもっと厳しい状態になってしまっているので、はい、まあ、その辺をね、お聞きしたいんですけど。そうですね。例年ね、暑さが厳しいっていうのはもう感じてるんですけど、うん、今年も特に夏場がすごく厳しくって、うん、はい、もう30度超えっていうのはもう当たり前で、20度のね、気温になるっていうのはほとんどなかったみたいなので、この近所の農家の方も、はい、今年は本当収量が厳しくって、5割だったり、まあどうやらね、まあ今回本当にお米がね、はい、5割ぐらいしかできてないよっていうのもあるんですけど、はい、全国的にね、今年の夏の異常な暑さとか、はい、長い期間ずっと暑いよとか。そうですね、水不足にもなりますね。水不足もあって、はい、もう各地でね、どうやらもう食料が取れなかったよっていうかね、はい、農作物がね、取れなかったっていうのがあるんですけど、はい、本当に今年すごかったですね、でもね。すごいです。うん、米だけじゃなくって、野菜類もそうですし、はい、果物類もものすごくなかったんです。果物も全然ない。で、今、季節ですけど、四万十の栗も、ほとんど手に入らない状態です。そんな感じになっちゃった。はい。栗がない。夏場は松野町も桃とか、かなり出るんですけど、うん、桃もすごい不作で、今年は、桃も取れませんでした。だから、はい、本当の自然で栽培しているところは、そういう影響をもろに受けてしまい、そうですね。もうすごいガタ落ちになっちゃった。はい、だけど、まあ一応ね、人工的に作っているところなんかはまだね、なんとかなっているけども、はい、っていうところなんで、でも僕はやっぱり自然にね、こうやって育っているものっていうのは味がすごく僕は好きなのでね。ありがとうございます。でも完全にやっぱりね、農薬であったりとか、はい、そういうものの方が嬉しいので、なんとかしたいんだけど、この異常気象というかね、台風とかもありましたよ、今年。そうです、そうです。台風も風速70メーターで、この四国の方に近く上陸するっていうのが、すごくメディアでこう煽られた形になったんで、うん、皆さんいろんな作物ちょっとやばいっていうので、うん、その台風対策もしたおかげで、すごくこう、収量も悪かったのもあるんですけど、台風対策でちょっと早めにね、はい、稲刈り第1弾を稲刈りも早かったし、しましたね、はい、ブドウとか他のねトマトとかも、はい、雨よけってこうハウスとかしてるんですけど、ハウス全体飛ばされるとダメなんで、それも全部取っ払って、はい、もう早く切り上げましょうみたいなことも近所でみんなやったんですけど、突然台風がなくなったようになっちゃって、あれね、一つは守られたなっていう感じもあったんですけどね、それはすごい良かったです。確か僕が天気図をずっと見てたんだあの時。はい。あ、これはもう大変だと思う。もし完全に焼いてしまったら、ね。そうですね。私らももうすごく。収穫がゼロになっちゃうぞ。はい。心配しました。そしたらなんかあれは確かね、屋久島のあたりの。山の高いところで。一番、1000メーター以上の山のところに当たって目がなくなっちゃって。で、台風が弱まったっていうのがあったんですけど、まあ、守られたのがあったんですけど、はい、まあ、ね、守っていただきましたよね。まあ、それも あったんだけども、はい、なんかわからないけど、すごいニュース、メディアが煽ってませんでしたか。煽ってました。大変だなって、ね、はい。その前後で地震のこともありましたよね。うん、今まで同じようなところで宮崎沖で地震があっても、うん、そういうふうに1週間か2週間の間に巨大地震が来ますみたいな。
あれは全くなかったんですよ。はいはいはい。そのためにいろんなところで事前準備っていうのでみんな煽られて恐怖心って言いますかね、うん。自分たちの安全な暮らしが脅かされるんじゃないか、みたいな感じが、うん、その台風と一緒の頃にちょうど出てましたよね。なるほどなるほど。はい。ということは、心理的に言うと、そういうメディアの報道によって何が起きたかというと、みんなが恐れを抱いて、はい、本来だったらまだね、収穫とかもしないはずの、うん、まだ完全に、そうね、もうちょっと、熟してない。時間を経った方がいっぱい取れるところをパッとね、刈り取ったりとか。そう、そうなんです。してしまったことによって収穫量がもっと減っちゃう。はい、そうなんです。ありますよね。はい。その後のね、うん、前後でやっぱり食料不足っていう政府のね、お米が在庫がないみたいなことも言ってましたけど、はい、でも日本のお米の輸出は過去最高に確かになってたんですよね。今年ね、なんでこんなに米がなくなってるんだみたいなことを言われてましたよね。はい。確かにスーパーからも米がなくなってしまった。じゃあ一体これは何だったのか。で、いろいろこう探っていくと、なんとね、お米がないぞって言ってた時に、なんとその7月までに過去最高に米を輸出してたってこと分かったわけですね。ですね。ってことは、これ許可してたんですかみたいなね。あとはそれを、なぜそんなことをやっていたんですかっていうことですよね。はい。まぁ、ちょっと我々もそのメディアの報道と、気象のいつもよりもすごい状況になるぞっていうので、はい、農家もかなり焦って満足に稲刈りっていうのも、到着するのを待ってみたいなことは、ちょっとなかなかなかったみたいなところもあって、はい、結局いろいろコントロールされてしまったなっていうのが結果的に自然に流れて我々も待ってやったらよかったんですけど、やっぱり刈り取りは大変なんで、そこら辺はどうしても早くなったり、さらにその食料不足っていうのにもちょっと拍車をかけたような形で申し訳なかったんですけど、日本だけでなく世界的に起きているなぜかわからないけども食料危機っていうかね、いろんなものが取れなくなっているよっていう背景になぜかもっと取れなくなってくださいよっていう動きが、そうなんですよ。どう考えても起きてますよ。はい、でこれは別に陰謀論でも何でもなくて、はい、これって2030年アジェンダ2030っていうのがね、はい、世界的にも、ねはい、見られてますよ。その中にいろんな項目がある中には食のいわゆるコントロールっていう、はい、それはいい意味で言ったら確かにそれをねみんな困らないようにコントロールするんだなんだけど、逆に言うとコントロールしなければいけないように今なんかいろんなことが起きてるんじゃないですかと見えちゃいますね。どう考えてもそうですね。はい。例えばこれ、今回のお米騒動もそうだけども、じゃあここまでお米がなくなるんだと。で、みんなもね、あ、もうなくなっちゃ困るって、こう、買い占めに走るってことは、これは政府とかがコントロールしないとダメなんですねっていう動きに最初になっちゃうじゃないですか。そこですよね。そうしたらどうなるかっていうと、うん、結局よりね、僕たちがみんながサポートしてね、こうやってできている自然農法とかね、無農薬っていう、そういったお米とか野菜っていうのは、本当にこれ流通と関係ないところでね、やってるから、もう本当にコントロールせざるを得ないところ、しか生き残れませんよみたいになっちゃうってことです。はい。はい。すべてがね、うん、そのコントロール下に、食料も生活の基盤のところもコントロールされるってなると、うん、やっぱりこのね、安心安全で、こうみんなに届けようっていうところは、うん、やっぱりこう力がこうなくなるっていうか、うん、そういう動きにもなりかねないんで、うん、余計頑張って私はやっていかんといかんなっていう、そうなんですよ。気持ちにはなってますけど。まあ、ここまでわかりやすくね、そういった動きがあるからこそ逆に、じゃあ僕たちもできることを頑張ろうって思えてはいるので、まあありがたいとは思いながらも、一般的にこのままもしね、そういう動きがずっと続くと、おそらく今、さっきのね、まずは企業や、ね、すべての燃料高騰によって、そうですね。まあ、赤字の農家はやめていくでしょう。はい。そして、高齢化によって、どんどん田んぼも畑もなくなっていくでしょう。うんうんうん、でさらには、さっきみたいに、こう、政府や、ね、いろんなものをコントロールしようっていう動きに乗っかれない人たち、乗っかれざるを得なくなるから、はい、よりこうね、農薬であったりとかも、もっと基準値を今緩めてしちゃってるから、そうなんこのね、数年間で、日本だけなぜか農薬めっちゃ使ってね、はい、うん、逆方向ですよね。OK だよになっちゃったから、じゃそれを使うことによって楽になるでしょう、みたいな方向で指導していくと、確かに高齢化している農家さんはそれ使うでしょうし、役所が言ってるよって、あ、じゃあ使おうみたいなっていう。どんどんそういうのが広がっていくし、で、あとは、良いコントロール下にしかもうそれを作れなくなってきますよね。はい、あとは、種子法とか、種苗法とか。そう、もうそれが大問題ですよね。あんまり言うと大丈夫ですかですけど、はい、まあまあ、まあ言いますと、はい、結局、これ何年前ですかあれ決まったの。もう3、4年、4年ぐらい経つんじゃないでしょうかね。はい、結局、僕たちが食べている野菜とか、果物とかっていうのが、
食べた後に種があります。その種をまいて芽が出て、そしてまた取れるっていうのが、まあ昔ながらの、ね、ものなんですけど、ね、今っていうのはこちら取れないっていう F1 種っていうね、はいはい、もの。だから一世代しか育ちませんよなわけですよね。でさらにそれを自家栽培してたらもうダメだよっていうな、懲役何年とか、ありますあります。はい、そうですそうです。売ることも全然できなくなってますよ、ね。売ることもできなくなっちゃう。取るのもいけないし。うん、あ、そっか、はい。お米は今どうなんですか。お米は自家採集で自分たちで取って、うん、行く人もまだいるんですけど、大体はコントロールされてない育種のまだところがあるんで、うん、そこで私たちは買ってで、うん、またなんとか守られている、はい、なんとかやってます。ただそれもどんどんもしかしたら厳しくなるかもしれない。そう、それも厳しくなると、ね、全部販売がストップしまうと、もう僕たち全部手でこう取っていかなきゃいけない。結局今、電子組み換え系とかのアメリカから来る輸入米とかが安いよみたいになって、はい、このタイミングでね、はい、米がなくなったって言ったらいきなりアメリカの、おかしかったですよね。米がいきなりバーン登場して、はい、めっちゃ安いし、はい、こんなタイミングでなんかね、準備してたんでしょう。いや、もう準備してましたよね。もう完璧ようなことがありましたけど、はい、そういうのも含めて日本の農家はよりこうね、はい、もう追いかけしかない、はい、誰も助けてくれない、はい、そんな状況になっちゃってるので、はい、じゃあ僕たちが結局それこうやるしかないよっていうのが今やってることなんですよね。結局どういうことかっていうと、流通に乗っちゃったらそれは今回みたいに問屋とかが買った瞬間に消費者スーパーではめっちゃ高いお金、高いような金額もしくはない、うん、もしくは外国に売っちゃうってことが発生するんで、そうじゃなくて農家の方を直接支援して、お米が取れても取れなくても、毎年ずっとサポートする仕組みで、取れた時の収穫をまた分配していこうじゃないかっていう、そういう仕組みじゃないと、農家の人はもう安心もできないし、そうですね。もう続けられません。もう本当に、はい、どう考えても、はい。僕がもし農家でしたら、もう無理ですね。今までみたいな JA が悪いとは言いませんけど、はい、そういうところにしか納めることができない、はい。金額も決まっている。だから今回、今ね、スーパーには新米が並んでいて、いるけど、値段は2倍以上になってますよ、ね。もうびっくりですね、あれもう。でも、はい、農家さん別に2倍のお金をね、払ってもらってるわけじゃないじゃないですか。それはないね。だからもう ほとんど同じ金額で買い取られた、はい、お米がなぜか市場価格が2倍になっている。おかしな話ですよね。はい、なぜかわかんないけど外国にどんどん売られちゃってる、うん、日本人のお米がなくなる、はい。もう本当におかしすぎて。はい、もう言ってて、なんかだんだん腹が立ってきて。まあそうですよね。それはもうちょっと腹立たしいのはあるんだけど、そのエネルギーをね、こういう支援の方に向けたいなと思うので。もう本当、はい、皆様がこう支援していただけるおかげで頑張ろうっていうふうになるし、ね、こう消費者の方から声が私らにも伝わってきますので、大変やったっていうのも言うと、うん、いや、なおさら応援しますっていう、ありがたいお言葉もいただいてるんで、もう本当感謝です。ね、ある意味悔しいなっていうのもあるんですよね、はい、自分の中には。まあそうですね。状況で。はい。だけど、この悔しさもバネにして、なんとかね、はい。そうですね。こう支援の輪を広げたいというのと、はい、今やってることって、結局、四万十川ってね、日本でも有数最高に清流の川だとも言われてるんですけども、はい、この四万十川の最上流とか源流からお水を引っ張ってお米を作ってるんで、その上から農薬がどんどん流れてくるということはないんです。一般的にはね、近隣が使っちゃっていたら、そうですね。流れ込んじゃうんだけども、はい、ないので、農薬とか自然農法っていう農法を下流へとどんどん広げていこうっていう活動をね、はい、やってまして、それがどんどんね、今広がってきてるので。そうですね。ちょっと今年も状況は悪かったんですけど、うん、ここの下流の土佐の米農家のおじさんも僕の話を聞いてくれて、うん、ちょっと頑張ってみようかなっていうふうにと言っていただいてるんで、一軒二軒でもいいんで、うん、私はこのね、安心安全で水を、ね、川を汚さない、綺麗なこう四万十川を残そうっていう。さっきね、お昼ご飯食べましたよね。なんと、川のね、もうめっちゃうまい。何っていうカニでしたっけ、あれは。木津ガニ。木津ガニってね、はい、本当に自然の川にいる。清流にいるやつです、ね。カニがめちゃめちゃ、チャーハンガニよりもめっちゃうまいっていう。はい。それもね、はい、本当にそういうとこしか見ないし。はい。で、この後僕はうなぎをね。そうです。仕掛けてあるんで。捕まえに。あ、はい。これ食べた後の。こちゃん、これ食べた後のあれですか。これだけだとわかんない。あ、そういうやつで、はい、グラグラ手作りはいいや。そこはやめとこう。はい。後でちょっとまた見てください。うなぎもね、取れたり。はい、あとは、川でね、釣りもね、毎年やってます。あれは山芽じゃなくて、何だったかな。自然のマスをね、はい、釣ります。去年なんかこれぐらい以上の、はい、でっかい、ね。大きいのがいましたよね。やって食べましたけど。はい、そういうだ、ね、自然を残すには、もうそういう活動しかもないな、っていう感じを感じてます。はい、あとは、自然農法ってね、結構厳しいじゃないですか。はい、厳しい。皆さんによって。
まあ、雑草もものすごい出てくる、収穫量は減る。あとはこの生乳だから、もともと温度が低い、川の温度、水の温度低いので、収穫量は少ないんですよね、もともとが。少ないですけど、はい。だからそういうものもあるんだけども、やっぱりなるべくね、そういうものをやっていきたいっていうのがあって、はい、今、今度は輪を広げています。本当感謝です。なんで概要欄ね、今回はかなりね、収穫量も減ってしまってはいるんですけども、ぜひ今年もそうですが、来年にも向けて、やっぱ支援をね、していただけたら、ぜひ、どんどんまた来年もね、いろいろと田んぼも広げていくこともできるし、そうですね。はい。できたら下流に、ね、下流に。土佐の方に、高知県の方にも広げていきたいと思いますんで、また。ね。あとは全国のね、こういう自然農法とかの、まあ、お漬物とか、いろいろな産物もどんどん送ってますのでね、そういう支援の輪にもなっていきますよということで、ぜひね、チェックしてみてほしいなと思っています。はい。野口さんね、最後にメッセージを皆さんにね、一言お願いします。わかりました。はい。いつも皆さんのたくさんのご支援いただいているおかげで、こうしてお米も作ることができておりますが、今年は本当に大変申し訳ないんですけど、なかなか厳しい気象条件もあって、とても少ない成果になってしまいましたが、また妻と一緒に安心安全で丁寧にまた作っていきますので、引き続きご支援いただければもうありがたいです。そして本当、これからも皆さんのご支援心から感謝しておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。この活動っていうのは、僕たちだけがやってるというよりも、この活動を通じてね、全国にそれがね、広がっていってないかなと思って。そうですね。まあ、こういうやり方があるんだなっていう形でね、じゃあここでもあそこでもってやってもらったら嬉しいし、僕もやっぱりいろんなね、各地の自然農法のね、そういったものも一緒にこう支援して、ので、どんどんこう世界にも、ね、日本に広がっていけばいいなと思っております。そうですね。はい。はい。ということで概要欄、ぜひチェックしてみてください。はい。はい、ということで、今回もありがとうございました。はい。ありがとうございました。ではでは。ではでは。こんな感じだ。一個一個がひねの米粒だ。